ねえね、えこの番組は身の回りのものや現象などあらゆる対象の本質を探究しそれにふさわしい名前を命名しますさまざまな視点で対象を捉え直し新たな発見を一緒に楽しんでまいりましょう本日はどんな命名が誕生するのでしょうかこんにちはカンタですこんにちは上水裕貴です。 本日はですね、リスナーの皆さんからお寄せいただいたメイメイと、まあお題もいただいてるんで、その辺ご紹介していけたらなと思ってます。お、ありがたいですね。いや、早速ね、まだ数回しか配信してませんけど、結構リアクションいただいてて。ね、嬉しいですね。ありがとうございます。うん、やっぱこうね、一方的になんか名前つけるだけだとね、<laughs> そうですね。気まずいんで。<laughs> <laughs> <laughs> 皆さんもね、つけたりとか、こういうのも名前つけてほしいとかって感じで、こう、双方向になることだよね。そうですね。うん。共犯関係を作っていきたいですよね。大体 <laughs> <laughs> 悪口言ってるんで <laughs> 一緒に悪口を言っていくということで <laughs> そうですね。<laughs> はい。<laughs> ということで、えっ、ー、と、今日はですね、あの、風呂上がりに汗だくが、なんか命名できなかったんです僕たちが。うん,う,んうん。それにですね、そうそう、リスナーさんからこういうのどうっていう、いただいてるんで、 ちょっといくつかご紹介していきたいと思ってます。風呂上がりに汗だく現象ですね。えー、まず流木さん。ラジオネーム流木さん。いつもお世話になっております。上水<ぞ>さんのストーカーでお馴染みの。<laughs> って言われてましたね、カナッテさんからね。<laughs> <laughs> <laughs> はい、行きます。風呂上がりに汗だく。追い汗。ですね。あれですよね。追い、 なんですかね追いなんとかって言いますもんね。いますねなんだなんかあるっけな。<laughs> えっ、ー、と、追<メ> <laughs> いガツオしか出てこない。追 <laughs> <laughs> いガツオが一番出てくるやっぱあれですね。料理してますね。<laughs> 全く出てこなかった。<laughs> な、なんだっけよく言いますけどね。よく言うのに一個も出てこないな。まあよく追い合わせとか言いますよね。 うん。い <laughs> やよく言いますね。<laughs> <laughs> はい。じゃあ、二つ目紹介いきますね。ラジオネーム、のぞみさん、ゆで人間。確かに、<laughs> まあ、確かに、ゆでられてますよね。うん。あれですかゆでガエルみたいなやつ。ゆでガエル。あ、逆に、あれしてるのかな。そういう皮肉を込めてるんですかね。 ひか<皮> <laughs> あの中で汗だく結構みんななりますからね <laughs>。そんな茹で帰える現象みたいな感じでもないですよね <laughs>。厳しめの。厳しめのね、はいはい。ラジオネーム、ケンゾウさん。ケンゾウさんはあれですね。僕と一緒にポッドキャストやってるケンゾウさんですね。リストピアチャンネルやっ、ねね、リストピアチャンネルを一緒にやってるケンゾウさん。感染爆発。感染は汗の線ですね。 これはだから、これもちょっとブラックジョークって感じですかね。あの、そうですね。<laughs> あのウ、ウイルスの関係ですよね。ウイルス関連の。うん。コメントしづらいなとずっと思ってましたね。うん、はい。ご紹介だけさせていただきますね。はい。次。ラジオネーム、サンゴロウさん。えー、小村帰りタイム。小村帰りって何なんですかあの、足をつるとかの、 あの現象ですよねああそういうことね、えー、っとちょっと説明まで書いてくださってますね、えー、待ってやり過ごすしかないという話を聞いて自分が連想したのは筋肉をつった時の感覚でした子どもの頃は突然の激痛にしっかりもだえてましたが、えー、慣れてくると痛みが過ぎるのを待てばいいことをしただただ実態に過ごすようになりましたちなみに瞬間弱化式タイプの上司もただ待てば落ち着いてくるのでそういう人に怒られている瞬間も小村帰りタイムですただ待つだけの時間ってことですね 下手に動いたら余計痛くなりますかいいんじゃないですか汗もじっとしとけばいい。これいいですね。説明まで、説明まであると嬉しいですね。確かに。そうですね。なるほどってなりやすい。確かに。確かにって感じですよね。うん、確かにと思いました。うんうんうん、こんな感じで、あのぜひあの僕たちがね、命名するんですけどいや、こういうのもあるよねっていう時に説明付きだとなお嬉しいっていう感じですね。そうですね。 ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ぜひぜひ引き続き、あの、一緒にね、命名していけたらと思います。じゃあ次ですね、リスナーさんからお題をいただいてます。はい、一つ目いきますね。これ、お題についてもう話していきますね、今回。あの、ご紹介、あの、せっかく来てるんで、そのまま。そうですね。うん、はい。命名、うん、していきましょう。命名していきましょう。はい、一つ目、えー、千崎さん。元同僚ですね、僕、職場の。 <laughs> そうですよね。いつもお世話になってます。いつ、うん、もお世話になっております。ちさきさん。えー、蝶、蝶々ですね。蝶々を命名してほしいと。えー、ガと大体同じくせになんかみやびな感じがムカつく。どっちも羽の生えたイモシのくせに、ということですね。本当ですよ。僕もね、虫嫌いなんですよ。<laughs> はいはい。あ、そうですかはいはい。はい。で、蝶々って確かになんか、 ね、すごい雅な感じあるけど、うんうん、よりで見たら結構気持ち悪いじゃないですか。まあ、空飛ぶ芋虫ですよね。うん。確かにね、ガー、ガは確かになんか、ガーって感じですけど、超確かに雅な感じしちゃいますね。濁音つけられちゃってますしね、ガーっね その辺でもうネーミングで差がつけられてる感じがしますよね。うんフランス語とかだと両方パピオンで。パピオンで。区別しないらしいです、ね。区別しないんですよね。なんか、どうなんでしょうね。その、区別するとして、どういうところが違うのかって思うと、やっぱ、蝶々って、こう、イメージですよ。こう春の、こう、木漏れ日が、こうね。 美しい時に、ヒラヒラヒラ,イラって飛んでるイメージ。ガは、夜の街灯に群がって、バーンっていってるみたいな、ちょっとみがな,ない感じはするっていうか。かす、うん、分かります。ます昼と夜みたいな、うん、イメージもある、ある。なんかフランス語のパピオンも、蝶とガを区別するときは、はい、夜のパピオンがガらしいですよ。あ、夜のパピオンと昼のパピオンがの。<laughs> 昼のパピオンと夜のパピオンが区別してるらしいですよ。<laughs> <laughs> 昼パピオンと夜パピオンがいるんだ。はい。ああ、そっか。うんあと、あれもありますよね。こう、羽、羽を、あ止まってる時って、蝶々こう、羽をピュッと折りたたんでるじゃないですか。そう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 ですね。ねなんかちょっと上品なやっぱ感じがする。側はさ、バーンってやるじゃん。<laughs> な,るなるほど、<laughs> なるほど。だから、足開いてダンって座って、ね。あ、そうそう,そう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 。そう、足開いてバーンのおじさんか、足閉じてる人か、みたいな。こう,うん、うん やっぱね、雅さはあるとは思うんですよね。ねその、二つと比べるとね。うんうん、うん、うん。全体で見ると、そのサラトボイモムシなんだけど。<laughs> サラトボイモムシですよ。<laughs> あと、お腹もさ、蝶々ってシュッとしてるけど、ガーってボテンってしてないですかちょっと、ね、ちょっとプニってしてます、ね、そ,うそ,うそうそうそう。そうそう。そうか。蝶とガで比べると、蝶が若干雅なのは、妥当な感じがするけど、 でもまあ、羽の生えた芋虫でしょっていうことに対して、雅びすぎないかと。うんうん。もう少し、蛾に寄せるか、もう少し足を引っ張っていきたいってことですよね。そうですね。蝶だけ特別扱いされてる感じを、なんか是正したいってことですよね。うん、やっぱりこう、濁音って一つあると思うんですよね。がっていうのは。いはいはい。だから、蝶に濁音つけて、上でいいんじゃないですか。 ああなんかボクサーみたいな感じになります <laughs> <に> <laughs> 強そう。ジョー。それか、ガ <laughs>、うん、に寄せて、昼のが。昼のが。昼が。昼のが。そうね。昼、昼のが、夜のが。夜,夜の、いや、ガを夜の蝶にしたらいいんじゃないですか。<laughs> <laughs> フランススタイルでね。<laughs> 夜の蝶。 なんかちょっとね,ねよくないですかちょっとそうですね。なんか歌舞伎聴衆がしてきますよ、ね。そうそうそう夜の。夜の街です。夜の蝶。昼の蝶。うん。どっちもあれの早田縁起しのくせに。うん、まあそうなんだよな。<laughs> そうなんですよお題としてはどちらかというと蝶の方を引きずり下ろしたいというお題だと思うんで。そうすると、がの方を夜の蝶って捉えるよりは。うんうん 蝶々の方が、お前、昼に飛んでるけど、ガだろっていう。はいはい。ニュアンスが強いから。やっぱ下げるしかないのか、蝶。蝶下げか。うん。もうこの、羽の生えた芋虫っていうところの目は、フランスでパピオンを、なんか、ちょっと羽の生えた芋虫だろみたいな名前にして、どっちも同じ名前で呼んでしまえばいいんじゃないですか。確かに。そっか。両方命名して、パピオンみたいな感じで区別しなければいい。 確かにそ,ね、そうそうそうなんか「フライングイモもシとか,なんかそういう名前をつくるようにでも共通点があんまないんだよな空飛ぶイモもシ以外のもう空飛ぶイモもシでいいんじゃないですかね空飛ぶイモもシ確かに空飛ぶイモもシいやでもなんか「あ空飛ぶイモもシが」とかちょっと言いづらい か確かにシュッと言いたいですよねシュッて言いたい、うん、そっか今腸とガの漢字も見てて思ったんですけどはいはい漢字も確かになんか腸の方が若干雅感ありますねあるある虫へんに葉っぱですよねうんうん蛾、うん、は虫に割れ,、ね、割れ主張強い感じですよね主張は強い蛾がい、ね、やっぱあの足拾い開いてバーンってなってる感じなんじです うんまあ、そう考えると、みやびでもいいじゃんっていう気持ちになってきますね。やっぱり。逆に、もう、二つとも、みやびって呼んでればいいんじゃないですかみやび飛んでるわ、つって。<laughs> なるほど。もう、両方ね、もう <laughs>。昼みやび、<laughs> 夜みやびといいじゃないですか <laughs> <laughs> これちさきさん納得してくれますかね、それで。<laughs> ね、もう、ちょっと、あえてね。 みやびであるというふうに受け止めてみるってやつですね。うん、確かに。ポジティブに捉えた方が、ねうんうん、やっぱ落としてもね、よくないですからね。あんまり。えっ、ー、と、昼みやびと夜みやびで区別してくださいってことですね。はい。はい。<laughs> じゃあ、二つ目ですね。リスナーさんからのお題。えー、ティーチャーティーチャーのはるかさんからいらっしゃ、はい、あの、お題とてす、ね。いつもお世話になってます。お世話になっております。僕はちょっとね、まだお会いできてないですけど、あの、ひとしさんの方とはね、いつもお世話になっております。 では、はるかさんからのお題です。お二人の知的でユーモアあふれる会話が大好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。特に四人目のセンター。や、ネイキッドキングがお気に入りです。ありがとうございます。いいすね、ネイキッドキング、ね、ハマりましたよね。バン、まあ、とダサくていいですよね。<laughs> うまくダサさが表現できた回だと思います。<laughs> うん、はい。ツイッターを見ていると、たまに誹謗中傷する人を見かけます。 最近はオリンピック選手に対する誹謗中傷もあり、やるせない気持ちになります。お二人に SNS で誹謗中傷したくなる気持ちを命名してもらうことで、彼らがメタ認知して一歩立ち止まるきっかけになれば、と思いメッセージさせていただきました。よろしくお願いします。そうですね。さすがですね。うん心痛めてるんですね。はい、今、パリのね、オリンピックでこうどん、あんまちょっと覚えてないんですけど、誹謗中傷とかあったんですね、いろいろ。 そうでまああれですよねだから暴走族に何だっけ「鎮、うん、相談って名前を変えてダサくしようみたいなの、はい、昔ありましたよね。何ですかそれ相談知らないですか知らないですななんかあれなんか警察がやってたのかなその暴走族っていうのを名前をダサくするとみんなやめるんじゃないかみたいな発想で。そういうこと、うん、相談っての 珍しい走る段で、はいはいはい。サくするみたいなの当てるあ、本当だ。2001年のラジオの深夜番組で暴走族の新しい呼び方をリスナー募集した際に選ばれたものだそうですね。へえー。面白い。こういうことをだからやるってことか。誹謗中傷って、ね、そういうことですよね。名前をつけることでね。いいですね。誹謗中傷したくなくなるとね、そこでそう呼ばれちゃうとダサいから。 真面目なお題ですね。ちゃ,んとちゃんと考えないといけないですね、うんうん、これは。そうだなでも、思ってるのが、はい、この誹謗中傷してる人たちって、うんうん、自分が誹謗中傷してるっていうつもりあんまりないんじゃないかなって,って。いや、分かる。うん、自覚しちゃってる人、相当少ないと思う。ですよね。はい、でも、自覚してやってる人は、もう、まあ、仕方ないかなって思うんですよね、もう。はいはい なんか、殴ろうと思って殴ってる人に、うん、殴っちゃダメですよって言っても、まあもう、どうしようもない、どうにもならないじゃないですか。うん。まあだからそこは粛々と法的制裁をしていくしかないんだろうと思うんですけど。うんうん。うんうん、でも多分あまり自覚なく、結果誹謗中傷しちゃってるみたいな人が、ちょっと立ち止まるみたいな。そうですね。 方向で考えるといいかなって思いましたね。なるほど。で、これ、誹謗中傷する人って、はい。たい何かこう、悪を叩こうというか、うんうん、自分が正義の側で悪い奴がいるからやっつけるみたいな、うんうんうん。割となんかシンプルな構造で捉えて、自分が正義の側だから、 何してもいいみたいな、何言ってもいいみたいな発想なんじゃないかなって、こう、ネットの炎上とか見てると、思うんですよね。なんか、これあんまり具体的な炎上の事例を挙げて話すと喋りにくいなって感じはするんですけど、なんか、誰かが誰かの悪口言ったみたいなので、みんな、なんていうんですかね、こう、批判し、まあ、批判はいいんですけど、誹謗中傷してるのは、うん でも、あなたは言われてないですよね、みたいな思っちゃうんですよ、ね。うんうん、当事者じゃないですよね、みたいな。うん、芸能人の不倫とかでもよく思うんですよね。なんか別に当事者間の話だから、うんうん、第三者が社会的正義に照らして何かこう制裁を加えるみたいな必要がそもそもないなって思って見てるんですけど、それをなんかしたくなる気持ちって何なんだろう、みたいなのをちょっとよく考えるんですよね。 確かにね。まあ本当にいろいろなパターンがねありそうですけどね。うん、なんかフラストレーションを日頃溜まっててストレス発散にみたいな人もいればなんかもっともらしいことに便乗してこう承認欲求を満たすみたいな人もいたりうん、うん、なんでしょうね。うん。まあでもどっちにしろそのさっき言った正義感のところにこう着地していくっていうか理由はいろいろあるんだけどその正義を振りかざすっていう形に着地していくから。うん そもそもそれ正義なんだっけっていうやっぱもう一歩深めて考えたいですよね。そうですよね。なんか本当の原因がストレス発散だとしても、うん、本人の認知としては正義を成しているみたいな認知だからそこがいやいやちょっと待ってってなる感じですよね。うんうんうん、そうですね。何なん,なんだろうな。まあでも結局その正義という大義名分を持って誰かを殴って って気持ちいいみたいな感覚ですよ、ね、うん。それ殴る側やめさせれるのかなでもあなたがしていることは正義じゃなくて殴って気持ちいいって欲望を満たしてるだけですよって言われると違うって思う人の方が多いかもしれないけどうん、うん、ちょっとなんかザラッとした感じになってくれたらいいなって感じしますよね。そんな時 <laughs> 確かに。そうだね。じゃあ、あれじゃないですか。いいっすかちょっと一つじゃあ。はい。<laughs> どうぞ。アイディア、いきます、えー。感情的タイピング運動。<laughs> <laughs> それは、感情的タイピング運動。うんうん、だから、やっぱり、 ゆっくり考えれてないというか、衝動的に、その正義を振りかざしちゃってるなっていう感じですので、ね、うん、やっぱその、うーん、どうだろうな。熟考した上で、でも偏見の塊でその正義を持ってて、正義を振りかざしてるってパターンはでもあるな。感情的なパターンだけじゃないな。むずい。突発性正義中毒。<laughs> <laughs> 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 慢性化しないようにね、した方がいいですよね。うんうん、確かに、確かに。うんうん、突発性ですね。うん、ちょっと突発性で、の間に、何ですかね、下毒して。うんうん、急性正義中毒でもいいかもしれないです。ああ、急性の方がありそうじゃないですか。なんか誹謗中傷って、なんかね、便乗してみんながこう、言うじゃないですか、一人に向かって。うんうんうん だからあの感染してる系の人たちだと思うんですよ、まだ一歩踏みとどまれる可能性があるとすると、所定打ってる人たちっていうのは、もうなんかね、結構強いっていうか、もうそうですね、もうなんか,かな何千人、何万人って人が言ってるから便乗して叩いてるみたいな人、結構いると思うんですよね、うんうん、だからその辺の人たちが乗らっからないっていうのはやっぱ大事な気がするんで、そうですね。うん、いいかも急性何でしたっけ 急性正義中毒急性正義中毒でいいじゃないですかちなみに受け手の人向けの処方箋もなんか出し,出しときましょうよそうですねねその言う側が踏みとどまってって話をしてるけどやっぱそれはそれで一つあるが受け取る側もなるべくダメージを受けなくて済むような防御はこれ来たなみたいなだって急性正義中毒だなっていうのは その自分がそれになってるかもだったら踏みとどまれるけどそれを受けたとて、まあ、急性繊維中毒の人の言葉だったでもダメージを受けるってなっちゃうから受けて側の時にこのように捉えてみるみたいな <laughs> そうですねあのマイクロアグレッションってあるじゃないですか何、うん、て言うんですか例えば 日本に長く住んでいて、うん、日本語が流暢な外国人の人に、うん、日本語上手ですねって言うみたいなのは、うん、なんかそれ一つそのアクション自体が別に差別的とか嫌がらせなわけじゃないんだけど、うん、言われる側からすると毎回それを言われてなんかうっとしいとかちょっと、うん、ちょっとした不快なんだけどそれがこういっぱい来るから本人にとっては結構なストレスとなるみたいな。はいはいはい なんかこれも割とそういうとこあるなと思ってて、うんうん、一つ一つのコメントは誹謗中傷までいかなくても、まあなんか自分に対する批判的なコメントではあるみたいなのが、うんうん、一個一個は妥当でも、100件200件とかで、1000、うんうん、2000とかって束で来ると、すごいストレスになるみたいなのは結構あるなって思ってて。だからやっぱりみんな思っても、まあ誰かが言って 同じこと自分も言わなくていいなって思って踏みとどまればいいのになって思うんですけどうん、うん、なんか言っちゃうみたいなのに対してなんかどう捉えたとしても量がやっぱり多いからしんどいみたいなのある気がするんですよね。だ、うんね、からなんだろう一つ一つはなんかもう蚊とか小映えみたいな感じだと思うんですよ。でも蚊が一匹ならいいけど 千匹襲ってきたら嫌だよねみたいな感じだと思うんで。心折れますね。何なんだろうな。まあでも無視するしかないですもんね。えっと、今、勘の例えだたからさ。そういうことではない。<laughs> ちょっと意図してなかった意図してなかった <laughs> 意図してなかった。<laughs> 無視するしかないですね。確かにね。うん。うんあ。誹謗中傷の問題は難しいんだよなうん。命名することとはちょっと脱線するけど、やっぱりあのー、なんていうのかな、ちょっと。 いい表現が浮かばないけど、そのまともな人とも誹謗中傷してないんで、なんか一部の、うん、ほんと一部のやばい人が言ってるみたいなやつが、やばい人が、まあ世の中にもね、その絶対数で見るといっぱいいるみたいな話であって、で、パーセンテージで見るとそうでもないみたいなところを、やっぱこう、どうね、引いてみれるかみたいな話だけど、うん、難しいよね、目の前に千匹の蚊がいた時に、いやいや、全体で見たら蚊ってそんなにいないんですよみたいな話がうん、うん。たまたまね、そこに集まっちゃってるだけで。そう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 。 っていう風なものの見方ができたらいいけど、それはちょっと名前じゃどうしようもない気がするな <laughs>。やっぱりあれなんですよねその。本当にガチで誹謗中傷する人とか、常になんかそうやって人の荒探しをして炎上させようとするみたいな人は、もうどうしようもないなって思うんですけど、そこに対して、誹謗中傷じゃない正論だけど批判的なトーンみたいなので、はいはい、引用リツイートしたり、コメントしたりする。 人たちが減るだけでだいぶ違うなって思うんですよ。なんか、なんかそういう人たちが減って、なんかこう、悪を求断するみたいな人たちがどんなに盛り上がっても、みんなスルーするみたいなのが一番いい解決策なんだろうなって思うんですけど、うんうん、なんか一言言いたくなって、ちょっとこう、正論だけど、 攻撃性もないんだけどそのコンテクストの中でその相手からすると批判的に言われている「かみたいなやつをやめようっていう意味ではさっきの旧「急性正義中毒」ぐらいの感じで「は」って思ってくれる人がいるといいなっていうのはそうましたね。少しでもそこがやっぱ減るっていうことが重要な気がしますね。そのうん 受け手の人にこうダメージを与えるような投稿がね、減るということがね。そうですね。正しい、正しい時ほど立ち止まった方がいいなって思いますよね。うん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 。ですね。ちょっと。真面目な話になりました、ね。真面目な番組じゃないんですけどね。真面目な。<laughs> <laughs> 真面目な話をちょっとしてしま、うん、う。まあまあまあ。まあまあまあ、ね。まあまあまあ。まあまあまあ。まあ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 。まあ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 。まあ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 。まあ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 。まあまあまあまあまあ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 まあ。まあ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 。まあ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 。まあ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 。まあまあまあ。まあ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 。まああ ミヤミーじゃねえだろ、みたいなこと言ってたんで、誹謗中傷した後にね、<laughs> 誹謗中傷は良くないよね、みたいな話をしてね。ますけども。<laughs> 大いなる矛盾ですね。<laughs> はい。<laughs> ではでは、ね、今日のメイメイの振り返りということで、えー、まあね、リスナーさんから、えー、まず、風呂上がりに汗だくについてですね、いろいろメイメイいただいたものをご紹介しました。そして、えー、後半ではですね、えー、超、 をですね、ガッと大体同じくせになんかみやびな感じがムカつくということに対してですね、えー、命名し直しました。昼のみやび、夜のみやびということで <laughs>、超動画をね、<laughs> いいね呼びかえてみてはどうでしょうかということです。うん、で、二つ目、えー、ティーチャーティーチャー h e はるかさんよりですね、えー、SNS で誹謗中傷したくなる気持ちっていうのを命名してもらうことで、まあ、そういう誹謗中傷が減ったらいいなというところで、えー、考えました。急性正義中毒ということで、 自分は急性正義中毒に陥ってないかなみたいなね。陥りそうなんじゃないかなみたいなところで一歩踏みとどまっていただくようなね、感じになるといいんじゃないかなということで、命名させていただきました。はい、はい。どうでしたかそうですね。まず、リアクションいただけてるのがすごいありがたいし、嬉しいな、というのと、うんうん、あと、なんか命名、これに命名し,してみてほしいなって思ったりとか、僕らがこう喋ってるのに対して、こんな、 めいめいの仕方もあるよっていう感じでなんかすごくみんなで一緒に盛り上がっているというかワイワイしてる感じがすごい楽しいですねうんうんうんなんかねこの何て言うかな双方向性みたいなのもっと盛り上がっていくといいなと、ねうん、僕も思ってますというわけでですねリスナーさんからのメイメイまたはお題をですね引き続きお待ちしておりますんでえー、X でねつぶやいていただくかフォームの方から送っていただくかしていただけると嬉しいですそれではありがとうございましたはいありがとうございました 番組では感想や皆様からの命名のご依頼をお待ちしておりますハッシュタグ命名で x にポストしていただくか概要欄の投稿フォームからメッセージをお送りいただけますと幸いですそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました